はい、本日はですね、買う前に知っておきたいアウトドアのジャケットということで動画を撮っていきたいなというふうに思います。まずちょっとこの映像見てください。ズドンということでね、劣化してボロボロになってる様子を見てもらってですね、こんなことなんのと、サムネでも見たけどもこんなことなんの困りますねということを言ってるんですけど、他にもこんなジャケットもあるんですねっていうね、一番最初に見てもらったのがノースフェイスのアイテムと、次はパタゴニアの方で、ね、劣化してるジャケットを見てもらったんですよ。いやでもそれってもともと劣化しとったんちゃうかとか、なんかちょっとなんか使い方悪かったんちゃうかとかね、なんか手入れが行き届いてないねんでとか、あと猫にねカーって引っかかれたんちゃうかって思い張る方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今新しい状態のものがありますので、ちょっとそちら見てもらいますね。なんとですね、これがまさかこんなことになっていくんですね。こんなボロボロジャケット、全く同じこれジャケットなんですよ。ドットショットジャケットっていうノースフェイスのジャケットね。こんなボロボロになんのっていうこともそうやし、次はねパタゴニアのトレントしてるジャケット、これも有名なジャケットですよねって思ってたら、これもこの首元先見てもらいましたね。ボロボロになっていって、せっかく高いお金出して買ったのにこんなボロボロになりますの、ほなもうアウトドアやめてユニクロに走りますで、ちょっと待ってくださいよと。これだけ知っておけばね、買う前にこれだけ知っておけばこんなことなりませんから、ご安心くださいということでね、今回動画を撮らせていただこうと思います。なのでね、今日はちょっと展開をパンパンパンと早くですね、まずなんでボロボロになんのと、ジャケットってせっかく高いお金出してね、普通のユニクロやったらもっと安い値段であるんやけども、高い値段出してアウトドアやってるのになんでボロボロなりますのというのがまず一つで、その次にそれってもしかして手入れせえへんかったらなるんですか、いやでも手入れとかってめんどくさいからね、もうちょっとやりたくないんです、ご安心ください、手入れとかあんま関係ないんでねっていうこととか、その後にとは言いながらアウトドアのジャケットってこういうの修理とか確かできましたよねと、あれできへんかったかな、なんかできたような気したんやけどっていうお話をしていって、その後にね、もう劣化するジャケットはこれです、もう分かってるんです、僕はマジシャンでも何でもない超能力者でも何でもないんやけども、もう劣化するジャケットでも決まってるんですよと、だからこれを買わんかったら劣化せえへんよというところを言っておしまいにしていきたいなと思いますので、まず最初はなんでボロボロなんのというところでね、見ていきたいなと思います。今現時点でこのジャケットは買ってまだ半年ぐらいから新しいです。全然ボロボロなってません。ほら見てください、綺麗な感じでしょ。でこの綺麗なグレーがどんどんこんな感じで、こことかもね剥がれてますが、どんどん剥がれていくんですね。でこれって生地じゃないのと、裏のグレーの生地じゃないのと思ったらですね、これ実はコーティングがかけられてるだけなんですよ。へー、コーティングか、だからこうやってボロボロ取れていくねんなと。じゃあこのコーティングを大事に触ってあげればボロボロめくれないんじゃないかと思ったそこのあなた、残念ながらそれは違うんですよね。あの大事に大事に扱ってもですね、これは劣化していくんですけども、ズバリ劣化する原因は何か、これはですね時間なんですね。もう時間をほったらかしたりして、もう時間が経てば経つほど絶対に劣化する。もうどんな取り扱いしてて、どんなに丁寧に扱ってようが、どんだけ洗濯かけやんようが、どんだけ嫁に触らさんようにしても、もう何をしても時間が経てば劣化するんですよ。で僕はですねこれをですね常々魔法の素材と言ってるんですけども、あの魔法のねシンデレラのように12時過ぎたらもうなくなっちゃうみたいなもんでね、このジャケットも時間が経てば経つだけね、どんどん劣化していくということなんですけども、まあ言い方を変えれば若かりし頃の嫁みたいな感じですかね。昔はもうキラキラしてた、まあ旦那さんもそうですけどね、キラキラしてたけども、年を取るごとにあれなんか腹かいて横なってるな、ポテチ食ってるだけやな、昔はなんかおなら一つするのでも遠慮してたけど、今もソファーすなんかブー言うてるなと思ったら、まあちょっとずつこう劣化していくじゃないですか、人間もね。それと同じようにね、このジャケットもコーティングはね、あのどんどん劣化していくんですよ。だからもう作った瞬間がピーク、だから工場がピークなんですよね。あとはもう店頭に持って行ってるだけでも落ちていくし、もう家帰って持って帰った時点でもどんどん落ちていってこんなことになるんですけど、このジャケットはね、まあ、具体的に僕今借りてる状態なんで、この劣化してるは借りてて、こっちはね僕の新しいは僕のジャケットなんですけど、いずれねこの運命をたどるんですが、この持ち主の人にどれぐらいかまた聞いておきます。今多分下に出てると思いますけど、どれぐらいでこういう劣化してきましたよみたいなことでね、まあ、これはね若干個体差あるからね、劣化は 100% するんですよ。絶対にする、もう何をどうしても絶対するんやけども、まあ、それが5年の人もいてれば、もしかしたら3年とか2年とかの人もいてるってことなんで、まあ、いずれこの運命はたどるんやけども、それが緩やかにたどるのか、もうすぐにたどっちゃうのかっていうところの違いはね若干あったりはするんですけど、まあ、そういったことで空気によってボロボロになる。だからもうこれはもう日本のどんだけ億万長者の人であろうが、どんだけ貧しい人であろうが、みんな平等に劣化していくんですよ、絶対に。これはね、まあ、なのでこういうコーティングされてるやつは、あ、劣化すんねんなと覚えておいて
てください。あとそれとね、あの手入れとかもね、別にまあしてもね、せんくてもどっちにしても空気に触れたらアウトなんですよ。水に触れるとか関係なく、空気に触れたらもうどんどん劣化してくるので、それが水に触れようが火に触れようがそんなもん関係なく、空気に触れたらアウトっていうことなんで、あ、こいつは空気ができないなと思ってもらったらね、もう存在してるだけでどんどん劣化していくのでね、まあ、それがまず一つね。そして次に修理とか、アウトドアってそういや修理ありましたよねと、ジップ壊れたりしたら直してくれたりしますよねなんて思ってくれてる方もいらっしゃると思うんですけども、その通りでね、修理とかしてくれるんですけども、残念ながらこのコーティングの修理はしてくれないんですよ。まあ、してくれないというよりかは、まあ、できないという回答をされるんですけどね。まあ、なんでなのというとですね、これを一個一個またコーティングつけていくのってものすごい手間かかるんですよ。だからそんなこと一着一着やっていけなくて、そんなもんもう新品の値段ね超えるぐらいの多分コストかかってくるんで、おそらくもうできひんっていうのは統一してると思うんですけど、まあ、その状況によってね、こうやってポロポロめくれてる人もおれば、ベタベタする人もおるから、もうその人によってね劣化具合って違うんですよ。だからまあそもそも修理はできないと、もう受け付けてくれないんで。もうこういう風なボロボロになっちゃったらおしまいなんですよね。でこれになったらですね、せっかくコーティングで防水の機能をつけてるんですよ。だから今もこうやって触ってたらねポロポロ落ちてくるんですけど、コーティングのおかげで防水やのに、これがなくなっちゃうとね、ただのこうナイロンの生地になっちゃうんですよね。だからもうびちょびちょに濡れてくるし、防風性も全くないんですよ。なので、まあ、切れるか切れへんかで言うと別に切れますよねなんて言ってるんですけど、ただ防水性とか、せっかくアウトドアメーカー買ったのにアウトドアらしさはもう全くないんですよ。ただロゴがついてる、まあ、シャカシャカジャケットみたいな。なので最初言ったみたいに空気に触れた段階でアウトやし、そもそも修理もできませんと。ほなもうこれどうするんですかって言ったら、この人生歩むしかないんですよ。もうこうなるしかない。もう真っ白やったのに、これ今もうネヒビ見えてますけどね。やっぱ首元とか特にこう皮脂とかね当たったりして、それでまたより酸化が早くなったりしてるんですけどね。まあそういうところで劣化すると。じゃあ劣化するモデルって何なんというとですね、まあ一言で言うなら、例えばノースエースとかやったらですね、このジャケット、ドットショットジャケットも劣化するし、それ以外にはスクープジャケットっていうのも劣化するし、それからベンチャージャケットも確か劣化するんかな、まあ、そういうようなジャケットは劣化しますよと。で例えば他にやったらパタゴニアもね、これはトレントしてるジャケットっていうのもこれも劣化しますよということで、じゃあどうやって見分ければいいのということになってくると思うんですよ。どうやって見分ければいいかというと、単純で簡単なんですけども、こういったね防水ですよって歌ってるジャケットってあるじゃないですか。例えばこれパタゴニアにもあるし、ノースエースにもあるし、それだったらモンベルにもあるし、コロンビアにもあるし、いろんなブランドに防水ですよって歌ってるあのジャケットってあると思うんですけど、そのジャケットがゴアテックスっていうあの四角のね、このマークですわ。このマークがあればもうこんなボロボロになることはない。そのマークがなくてね、なんか聞いたことないけど、これやったら例えばハイベントっていうあの防水使ってるんです。ハイベント、あの四角のゴアではないな、あ劣化するんや。じゃあ次パタゴニアはって言ったら、パタゴニアはですね H2 ノーというこの手首に書いてあるんですけど、 H2 ノーっていう防水生地使ってる。え、四角のやつはないんだから、あゴアテックスか、ほなじゃあこれも劣化するんやなということで、とにかくゴアテックスじゃないっていうことはですね、劣化するというふうに思ってもらったらいいかなと思います。でゴアテックスだけ唯一ちょっとね防水の仕組みがちょっと違うんですよ。もう分かりやすく言ったら、もう最強のガードマンを雇ってるような感じ。もう安心ですよ、あれ着ちゃったら絶対に濡れへんと。もうどんな敵からも守ってくれる、もう風からも雨からも守ってくれる最強のガードマンを、もう SP みたいなのをね突き連れて雇ってるような状態なんですよ。で対してこういうのはね、ほんまにあのその辺によるね、あの貧弱そうなね男の子アルバイトね、ちょっとや僕守って言うてね、時給750円でどうかな言うてね、それ750円で集まった SP の子なんかもボロボロにすぐ負けるやないかと。ちょっと強そうなやつ街中が来たりしてボーンってどつかれたりしたら、もうみんなボディーガード倒れていくやないかと。もうバイトのぐらいってそんな感じじゃないですか。まあそういうようなイメージ、ほんまに外から取っつけてパンってあの貼り付けただけの防水やからね、もうそれが剥がれちゃったら終わりなんですよ。ただゴアテックスが違うところは何が違うのというとですね、ゴアテックスちょっと探してきますね。持ってきたんですけど、下にねもうグレーのやつがボロボロ剥がれてますわ、裏生地のやつが。はい、ということでね、これあのゴアテックスのジャケット一応持ってきました。別に何でもよかったんやけど、まあモンベルのやつ持ってきたんですけどね、これに関してはね裏生地に同じようにグレーやからね、え、これも劣化するんちゃうのと思ったら、これちゃんとゴアテックスなんですよ。このね点とかにゴアテックスって書いてあるんですけど、あ見たことあるわと、このロゴ見たことあるわと思うんですけど、これがあれば安心。なんでかって言ったら、そう最強のガードマンを雇ってるから。これ最強のガードマンどういうことかって言ったらね、ほんまにねこう敵が来るじゃないですか。でその時にちゃんと壁作ってる、あの堀がある状態ですね、あの壁があって、そのさら
それをさらに突破した上でガードマンが出てくる、しかもプロのガードマンが出てくる、でそれが破られたら僕陣がやられるっていう順番なんですよ。だからちゃんとねサンドイッチしてくれてて、取ってつけたような、ね、外側にパンってつけたような内側にパンってつけたような防水じゃなくて、これはね生地と生地の間にゴアテックスっていうねもう絶対に濡れへん、まあ、医療用のね素材なんですけど、それをガッチャンってしてるから、内側に適当にパンってつけたやつじゃなくて、もう間でガッチャンこう挟んでるから、そんなポロポロ剥がれてくることないんですよね。でねこれを聞いたらね、あそれはいいやないかと、めちゃくちゃいいじゃないですかって思ったりする方もいらっしゃれば、いやいやいやゴアテックス僕知ってるよと、実はゴアテックスって劣化するんだよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、実はゴアテックスは劣化はしないんですよね。ゴアテックスもね同じように、例えばここテープとかね止めてる箇所が何箇所かあるんですけど、これはね剥がれてくるんですよ。で剥がれてくる、ただゴアテックスのこのテープが剥がれてくるぐらいに関しては修理ができるんですよ。だから僕はね普段から散々ゴアテックスの方が絶対いいですよって言ってるんですけど、ゴアテックスのやつやったら、まあ、修理してね長く切れちゃうと、でこんなボロボロこぼれて床がこんなコーティングだらけになるってことないんですけど、こっちの方に関してはもうテープどころかもう裏のコーティング自体がボロボロ剥がれてくるからね、やっぱり750円でガードも雇ったらあかんよねっていうことで、劣化モデルはそういう感じになってます。だからねゴアテックスの方にしておけば、もちろん完全に防水、まあその機能に関してはそんな変わらへんねんけども、その後のあの長さがある、もしかしてテープ取れちゃったって言ったら修理すればいいし、僕ゴアテックスのジャケット20着以上今持ってるんですけど、中のテープが剥がれてきたっていう状態の1着もまだないんですよね。で、まあ、もし仮に剥がれてきたとしてもメーカー持っていけば全然テープぐらいだったらね修理パンってすぐしてくれるので、まあ、すぐかどうか知らんけども、とにかくテープはね修理してくれるので、まあ、ゴアテックスは長く切れるし、なおかつ修理しながらこう愛着持ってね、あの部屋を汚すことなく切れますので、まあ、僕はねいつもゴアテックスがいいですよって言ったりはしてるんですけど、たった1万円とか微妙にね値段下げるだけで、そういった聞いたことない防水生地っていうのが出てくるんですよね。でその聞いたことない方は、あ安いからいいやんと思ったりするんやけども、せっかくアウトドアメーカー買ってるのに修理できません、ボロボロして部屋汚れる、でこうなったらもう見るも無残っていうことで、それやったらもう最初からユニクロでよくないですかと。ユニクロの方がね長く着れるじゃないですか、そうやったらね。まあその辺がねだから対策になってくるかなと思います。まあ、とは言いながら、あのやっぱりなかなか難しいと思うんですよ。あの一旦その理論は分かったけども、じゃあこれからどうしていったらいいのって言ったら、まあ雨がねどうしても必要っていう時だけねゴアテックスを買って、それ以外の時はね中途半端に防水の生地のねあのジャケット買わない。防水のジャケット買っちゃうとねこうね劣化していったりねしちゃうからね、あのそれ以外やったらもう普通に防水じゃなくて普通にウィンドパーカーとかもあったりするし、もうどうしても防水がいるんやったら一着ちょっとゴアテックス買っとこうかということでねやってもらったらいいんかなと思います。まあ僕のチャンネルではですね普段からそういう感じで、まあ、ゴアテックスええっすよねっていう話はよくしてるんで、あ僕の見といてもらったら、あこれは防水じゃなくてウィンドシェルなんやなとか、あこれは防水やけど劣化するんだなとか、あこれはゴアテックスだから大丈夫なんだなとかっていうのをね、まあ、普段から発信させていただいておりますので、まあ、それをね知った上で購入すれば、こんなことにはならないんですけども、知らない状態で買ってしまうとですね、こんなことなら聞いてなかったでと、教えてちょうだいよって言われてもですね誰も教えてくれへんし誰も修理してくれないんですよね。だからもう自分で責任取らなあかんということになっておりますので、まあ、今回はこういう動画を撮らせていただいたということになっております。まあ、人によったらですねあえて別にもう劣化するの分かってんねんけど別にそれでええねんっていう方もいらっしゃれば、あとはもう登山とかでもうガンガン買い替えていって1年ごとに買い替えたりするから、あえてこういうちょっとコスパのいい方を選んでんねんっていう方もいらっしゃるのでね、まあ、全部が全部悪いとは思わないんですけども、まあ、知らんとねこんなことになったんやっていうのは一番ショックかなと思いますので、本日動画を撮らせていただきましたということで、本日はですね注意、買う前に知らないと損するジャケットという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。